思い描いたものを自分のアプリに動かすっていう体験はすごく多分とても面白いものになるんじゃないかなと思っているので、まあ、まずは、まあキャンプ自体を楽しんでもらいたいなと。でその次になるんですけど、世界で結構なんていうんですかね、そういうやっぱりもう今スマートフォンの時代で、それでそこの中でこう動くようなまあアプリケーションっていうのが、まあ、かなりもう本当に星の数ほど、まあ作られている、まあもう今この世の中になっていると思うんですけど、世界で、まあ例えばアメリカで、実は本日新聞報道が出てしまったわけなんですけど、名前その拠点当店の前からあるわけなんですけど、優しいですちょっと、まあ、希望にもありましたよね、ボートレイアウト結構余るんですけど、サービスを作りたいか、進めてから、大学将来の先生に進みますみたいなのを作成していきます。